リングにアタックする姿勢があります。ここで右を使った、ここもブロックショット、ただトラップ、バスケットカウントエンドワン、ワンスローをもらいました。今のプレーいかがでしょうか。選手がスクリーンかけてるんですよね、はい、そこでノーバックになってダブルチームになった。出せるか、ウィリアムズ外に出してフリーの中野、ショット中野が決めました。やっぱり紳士はディフェンスいいですね、はい、まあ、でもターンオーバーが非常に、まあ、平均して、今年最初の試合、とにかくここで流れを変えたいんだ、宮永ヘッドコーチが話をしていました。福原が持ってメイヨのスリー、決まりました。これで11点ポイント。今のプレー森本さんどうですか。いや非常に良かったと思いますね。きっちり中をしっかり割ってってからのアウトサイドに行かないようにパスですから、はい、森本さんなかなか両チームともにそうですね、攻めでも書いてますね、はい、まあ、両チームディフェンス頑張ってますからね、うん、メイヨのスリーポイントです。テイラー、メイヨに預けてそのまま行った、メイヨのワンハンドダンク、ね、いやもういいですね、はい、もう外に出してテイラーが自ら行くか、出しどころがあるか、そのまま行った。橋本、メイヨ仕掛けていって決めました。メイヨのバンクショット構えています。ワンオンワンを選択するか、いったタッチショットになって最後はフォロー、ファイです。オフェンスからどのように流れを持ってくるか、テイラーがいった、マキのスリー決まった。いいですね、いい形になった。田島が厳しくついていきます。40分間激しいディフェンスというのがモットー、北海道。田島が行ってパイパブムールを使うが、もう一旦テイラーに戻す。田島のスリー決まった。ここで立て続けに来た、大きなスリーポイントとなりました。織茂さんが試合前におっしゃっていた田島のこの大事なところというのが出たんじゃないですか。いやそうですね、はい、マーシャル選手が、うん、マーシャルが一つポイント起点になっています。最後はふわっと浮かせ田島、テイラーがカットしてここは時間を使うようです。自ら行くか、ジャッパーテイラー決まりました。立て続けに北海道が決めてきます。マッケンリー厳しくいく、テイラーが最後メイヨのダッシュ、叩き込んだ。メイヨこれで26得点、あ持っていけばいいと思いますね、はい、栗原が攻める、落ちてここの勝利まで残り数秒というところで試合終了。72対60でレバンガ北海道が新年最初の試合勝利をもぎ取りました。そしてホームでは今シーズン2勝目、久しぶりの勝利となりました。キャプテンの橋本もこの表情です。いや欲しかった欲しかった、ホームでの勝利、ファンブースターにとっては大きな大きなお年玉となりました。